はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はビールです。かなりレアな、ビール入手しました。札幌のクラシックです。こちらですね、北海道限定の、ビールなんですが、普通にスーパーにね、なんか売ってたんでね、ずっとこれ飲みたかったんですよ。うん、ここに北海道限定と書いてあるんですけど。麦芽 100% ビールですね。ホッホクルツ製法でうまいと書いてあります。高温短時間仕込みにより、麦芽本来の旨味を生かしたドイツ古来の醸造法です。だって。なんかよくわからん。ホッホクルツ製法だって。アルコール度数が 5% です。うん。それでは、ね。どんな味がするのか。まあ、札幌なんで多分苦くないと思うんですよね。札幌のビールは基本的に苦くないんで、多分苦くはない。と思うんですが、どうでしょう。今日のつまみは、スコンブ。宮古昆布の、梅酢味です。なぜかね、昆布ということ。そんじゃ、ね、乾杯。やっぱ苦くないですね。なんか、なんかまろやか。なんか刺激が少ない。炭酸が。なんか炭酸の刺激が。苦くない。そしてなんか口当たりがものすごくまろやか。なんか、ビールですね。なんか、炭酸入ってないんじゃねっていう。マジで炭酸、全然入ってないんだけど、これ。微炭酸か。まさか。まさかのビールで微炭酸。微炭酸ビールだと。聞いたことね。いただきます。これね、正直言うとあんま美味しくないんですよ。この、なんていうの?このさ、チャックバージョン。普通さ、宮古昆布ってこういう四角いさ、なんかさ、箱みたいなの入ってんじゃん。でも、このバージョン、まずい。うん。はっきり言って。やっぱこのね、普通のね、なんかね、四角いね、箱みたいなの入ってるやつの方がうまいです。うん。本当にあれだな。全然なんかすごい。刺激が全然ない。
でもやっぱ札幌だね。全然苦くない。苦さが、ほぼみじんも感じないぐらいの、レベル。の、ビールですね。うん。やっぱさ、札幌ってやっぱ苦くないのかな？うん。だって札幌唯一苦いのって、あ、でもエーデルピルス札幌なんかこれ。これ超苦いんだよ。うん。あ、そうそう。あの、麦とホップの赤が最近、あの、また発売されたっぽいですね。期間限定で。ね、もう普通に常時販売しとけよって。思いますけどね。札幌ラガービールが、それなりに苦かった気が、どうだったかな。それでも苦くなかった気がするね、そう、ほとんどね。うん。確か。札幌ラガービール。うん。どれが一番、ああ。麦とホップ、ほら、黒と通常のやつと赤って、あるじゃん。ビールと間違えるほどのうまさはまあないとしても、少なくとも間違えたとしたら赤ですね。絶対。うん。少なくとも。うん、赤か黒。まあ、特に赤がうまかったな、個人的にな。やっぱり。うん。やっぱ赤がうまかったな。やっぱね。うん、黒は、なんか、黒は別に、どうだったかな、黒と。まあでも黒もまあ、それなりじゃね？うん。普通のやつは多分間違えることはないでしょう。はっきり言って。うん。私の意見はこれ。発売以来ずっとお勧めしていますが、全く飲み飽きない美味しさ。うわ。まさに定番。え？絶対これです。え？私を信じてください。え？田村正和の声がめっちゃ枯れてる。俺あの古畑任三郎が大好きなんですけど。もう、なんかすっごい枯れ枯れしてる。この人。私の意見はこれ。なんか今に死にそうな、死にそうな声してるな、こいつ。うわぁ。年食ったなぁ。もう70何だったっけな。75ぐらいいってんじゃないの。田村正和。すごいよな。でも古畑任三郎の敵役はこの人だよな、本当にな。これ以外にもいねえわ。でも古畑任三郎も終わっちゃったしね。でも、古畑任三郎、ほんと面白い、あれは。個人的に。めっちゃ面白かった。何回も再放送とか、ほら、やったでしょ。もう何回も見ましたね。やっぱ、それだけやっぱ人気あったんでしょうね。何回も。やるだけあって。おそらくね。投票して、麦とホップ1年分当てよう。
私の意見。まあ、でも。応募する。うわぁ。ログイン必要なの？会員登録が必要？はぁ。めんどくさ。抽選で10名様に麦とホップ1年分をプレゼントだって。1年分ってどんぐらい？1缶24缶入りのやつを16ケースだって。つまり364個かな？多分。あれ？ 364 じゃない。365。360。うん。あれ？ 1 年で365日だよね。やばい。なんか、あれ？ 1 年で365日だったよな。なんで364が出てきたの？ん？やばい、酔ってるな。うん。まあ多分、1年分ってことは、ね、365個でしょ。でも1年分で365個ってちょっと、なぁ。1日2本ぐらい飲むだろ。ねえ。でも、やっぱこれ応募するとしたらやっぱ赤でしょ。個人的に。まあ間違っても赤が黒ですね。うん。さすがに。うん。でも札幌クラシックは、美味しいっていうか、なんかすごい口当たりがまろやかだったのはちょっとびっくりしましたけどね。なるほどね。まあでもこの風味爽快にしてよか全然マシでしょ。うん。これ全然美味しくなかったな。新潟限定ビールとか言って札幌のくせしさ。札幌でさ。全然うまくなかったもん。びっくりだよ。まあ、札幌クラシック。こちらはやっぱ、なんか炭酸がね、多分ほぼ入ってない。炭酸の力がものすごく弱いのか、何なのか知らないけど、まあ。ただ俺個人的にちょっと、口当たりがまろやかすぎて、ちょっと、逆にあれだなと思ったんで、こんなに、美味しいなとも感じなかった。コクもあんまりなかったし。すっきりとした感じだったんで。別に特にこれといって、ね、期待してたんですけど、俺、スーパーに売っててさ、やったーと思ってさ、2缶も買ったんだよ。2缶。うわ、これレアだろうと思って、ずっと飲みたかってんと思って。2缶買って、今1缶開けてんですけど、もう、ああって感じ。なんか、はあって感じ。あれ、期待したのになーって感じですね。最近っていうか昨日、64のソフト、ハードオフで、ね、買いました。関係ないけどね。スターソルジャー。スターソルジャーがさ、64で出てたのか。スターソルジャー、バニシングアース。わけわからん。出てたんで。知らねえって買って。そしてマリオゴルフ64。これやりたかったんだよ、マリオゴルフ64。ゴルフゲー結構好きなんで、ミンゴルとか好きなんですけど。マリオゴルフやりたかったなと思って。で、初級、64。で、あと、スターウォーズの、なんか、見ないやつを、レアっぽいやつ、出撃、ローグ中隊
ってやつ買いました。もう一つのやつはね、すごい、どこでも見かけるんだ。ジャンクでね。これ全部ジャンクで買ったんですけどね。まあ、また積み切れが増えたと、いったところでしょうか。はい、札幌クラシック、三つ星。三つ星。まあ、期待外れ。まあ、よくあることです。俺はあんまり、期待しまくった割に、外れること結構多いですからね。まあ、ということで、ご視聴ありがとうございました。